フラッツバーグの戦い、または、シャンプレーンコの戦いは、米英戦争の終結近い1814年9月6日から9月11日に、かけて、アメリカ合衆国ニューヨーク州北部で、アメリカ軍とイギリス軍の間で戦われた戦闘である。北部より、ニューヨーク州に侵攻しようとしたイギリス軍を、アメリカ軍が食い止め、当時協議が侵攻していた、休戦条約で、 有利な条件を得ようとしたイギリスの思惑がついえた。1814年ナポレオン・ボナパルトがフランスの王座から追われた。このことによってイギリスはよく鍛えられた軍隊を北アメリカに送ることが可能になった。ジョージ・プレボスト総督はアメリカ合衆国に対して攻勢に出るために十分な戦力を持つことになった。プレボスト軍は フランシス・ド・ロッテンバーグの指揮下に1万千名の正規兵を要し、常時ーニに指揮下の艦隊の支援も期待できた。アメリカとイギリスが休戦条約の交渉を行っている最中、プレボストは五大湖水路を支配するために交渉ネタを得ようとしていたので、この時点で意義ある勝利をあげようと考えた。プレボストは、リシュリュー川を南下し、シャンプレーン湖に至る。 新航路を選んだ。リシュリュー川は、シャンプレーン湖と外洋を結ぶ、唯一の水路であったので、シャンプレーン湖での交易はカナダを通して行われる、必要があった。ジョージ・イザド将軍が、北西辺境のアメリカ軍指揮官であった。プレボスとの侵略を前にして、アメリカ合衆国陸軍長官のジョン・アームストロングは、イザドにその部隊の大多数、4000名を率いて、 オンタリオ湖のサケットの港を補強するよう命令を出した。アレクサンダー・マコムジューム12章はわずか1500名の正規兵だけでシャンプレーンコ西岸のブラッツバーグを守ることになった。シャンプレーンコの海軍を指揮するトーマス・マクドノーは海軍長官ウィリアム・ジョーンズよりその年の夏早くに艦隊を作っておくよう命じられていた。 1814年の秋までにマクドノーは10隻の法廷をシャンプレーン湖で使えるようにした。マコームはベンジャミン・ウアーズ将軍に命じてニューヨーク州で民兵を召集し、バーモント州知事にも民兵の協力を依頼させていた。まもなく、マコームの軍隊は正規兵、民兵合わせて3000名以上になった。しかし、民兵の部隊はほとんど訓練されておらず、 数百名以上の者は戦闘には適していなかった。マコームは残酷を掘ったり防塁を作ったりすることに民兵を使った。マコームは病気や怪我をしているが少なくとも大砲の操作はできる兵士で砲兵大隊を作ってクラブアイランドに大砲を据えさせた。プラッツバーグの町民はマコームの反撃策にほとんど信頼を置いていなかったので 9月までに3000名の町民のほとんど全部が町から逃げ出していた。プラッツバーグの町はアメリカ軍のみによって占領されたような形になった。9月4日、プレボストは南への進軍を開始した。マコームは先遣隊を派遣して、プラッツバーグの防衛を固めるための時間稼ぎをした。チェジーの町で先遣隊は初めてイギリス軍と接触した。 アメリカ軍はゆっくりと交代しながら、イギリス軍の歩みを遅らせるために、道路を封鎖し、橋を焼き、街路標識を分かりづらくした。一方、マコームの軍隊は、その防衛戦略に欠かせない、プラッツバーグを取り囲む一連の砦と防塁の完成に忙しかった。プレボスト軍は9月6日にプラッツバーグに到着したが、攻撃をかけなかった。 その代わりにドーニーの艦隊がプラッツバーグ湾に到着するのを待った。何隻かの法廷が主艦隊に先立って湖に入っていた。法廷のダニエル・プリング船長はバーモント州内にあるアイルル・モットに大砲を上げた。これがイギリス軍がバーモントの土を踏んだ最初の時であり、バーモントの人々はプラッツバーグとは湖の対岸に群がっていた。 マクドノーは自分の艦隊が人でも武器でも劣っていることを知っていた。それでプラッツバーグ湾に引っ込んで時間を使って水夫を訓練にした。その艦艇は選手と船尾の怒りを下ろして停泊していた。9月11日、ついにドーニーの艦隊がプラッツバーグ湾に到着し午前9時頃マクドノーの艦隊に対し砲撃を開始した。 同時に、イギリスの陸軍も砲撃を開始したが、プレボストは攻撃命令をかけなかった。戦闘が始まった直後にドーニーが戦死し、マクドノーは、砲弾の衝撃を受けてほんのしばらくの間だが気を失った。イギリス艦隊の乗組員は、経験が十分ではなく湾の中での風の扱いに苦しんでいた。2時間後、マクドノーの機関、サラトガやイギリス艦隊の機関、 コンフィアンスを含め、両艦隊とも損傷を受けていない感染はないくらいであった。マクドノーは、選手の怒りを切り、戦備の怒りを使って、サラトガを旋回させるように命令した。このことで、マクドノーの艦隊は、損傷を受けていない艦船の潜伏を向けて、新しい大砲を使い、ひどく損傷した、イギリスの艦船に向き合わせることになった。 マクドノーは自ら大砲の指揮をとり、未使用で未損傷の左源の大砲を発砲させた。新たな砲火が凄まじかったので、コンフィアンスは反撃することができず、すぐに旗を下ろした。サラトガに乗り移ってきたイギリス軍の士官は、イギリス艦船のほとんどが、航行不能か沈没した事態を受けて、マクドノーに、降伏の意思を伝えた。マクドノーは、 イギリス士官の姿を見て答えた、新士諸君、刀を鞘に収めよ。そうするだけの価値がある。9月6日にプレボストが、プラッツバーグに到着した時、サラノック川を渡って、市内の防御船に近づこうとした。川に架かる橋を守っていたのは、ジョンエリス・ウール少佐の小さな聖騎兵部隊であった。ウールの聖騎兵は、 イギリス軍が川を渡る試みをすべて排除した。9月7日、プレボストはトカの試みをしばらく捨てて、その代わりに砲台を築き始めた。アメリカ軍は、ホットショットという砲兵戦術で応じた。この戦術では砲弾を温めて灼熱させ、目標に向かって素早く発砲させるものであった。マコームは、 イギリス軍が盾に使っていた、いくつかの建物に対する砲撃を成功させ、イギリス軍を後退させた。しかし、この過程で、プラッツバーグの16の建物を壊した。9月9日、アメリカ軍は、夜襲をかけて、アメリカの防御船からわずか500ヤードのところに、気づかれたイギリス軍の砲台を破壊した。9月11日、プレボストは、支柱を制圧し、アメリカ艦隊を、 陸の砲列とドーニーの艦隊で挟み撃ちにしようと作戦を立てた。午前9時、古城戦が始まった時、プレボストは市内への攻撃命令を出さなかった。プレボストが前進命令を出したのは午前11時であり、古城戦はほとんど終わり、マクドノーが勝利を確信していた。プレボストは正面攻撃を避けて、 サラナック川を渡り死の側面を突く作戦にした。しかし数度にわたってのサラナック川とかの試みは、またしても敗撃された。その西方では別のイギリス部隊が、アメリカ民兵に攻撃をかけて前進していた。民兵が後退すると、イギリス部隊が追撃し、アメリカ軍前線の背後が脅かされた。マコームは、バーモントの民兵隊を増援に送り、タイクスフォードで、 イギリス軍第76連隊に奇襲攻撃をかけて成功し、ほとんど全員を殺すか捕まえてしまった。イギリス軍がアメリカ軍の取り出に総攻撃をかけようとしているとき、海軍が敗北したという知らせがプレボストの元に届いた。プレボストはバーモントへの進攻も海軍の支援がなくては難しいと考え、攻撃中止とカナダへの撤退を命令した。 マクドノーの勝利で前進していたイギリス軍の攻撃を止めることができた。またプレイボストはアメリカ合衆国政府が米英戦争中それまでできなかったことを成し遂げた。つまりバーモント州を戦争に巻き込んだことである。アレクサンダー・マコームは少々に昇進し、1828年にはアメリカ陸軍総司令官になった。トーマス・マクドノーは 海軍少将に昇進し、シャンプレーンコの英雄と称えられた。イギリス軍は、ブラーデンスバーグの戦いでの勝利と、ワシントン焼打ちを使って、このプラッツバーグの戦いの前まで、急戦交渉の間のアメリカの要求に対する対抗策とした。アメリカは、 プラッツバーグの反撃を使って、シャンプレーンコの独占的支配権を要求し、イギリスの主張する五大湖の独占的支配権を排除しようとした。数日後に届いた、プラッツバーグのアメリカの勝利と、ボルティモア包囲戦でのイギリス軍の失敗の知らせは、頑丈役交渉で、イギリスの占領地に関する優位があることを否定した。セオドアル・ーズベルトは、 米英戦争で最大の海戦と称え、ウィンストン・チャーチルは戦争の行方を決定づけた戦いと言った。ありがとうございます。